ねえ、朝日ちゃん、ちょっと仕事を頼まれてくれないかしら。俺にですか？そう、朝日ちゃんだからこそできる仕事があるのよ。って、マジっすか？ええ、本当よ。報酬はちゃんと渡すわ。よかったな、仕事もらえて。これでニート卒業できるんじゃねえの？それじゃ、頑張ってね。私たち適当に時間潰してるから。朝日さん、頑張ってください。リュウ、応援してますね。私は応援なんてしないわ。ま、せいぜい頑張りなさい。寄り道すんじゃねえぞ。これも社会に出る勉強だ。なんかそういうことみたいだから。それじゃ頑張ってね。みんな、それじゃ頼まれてくれるわよね。おお、いいですよ。言ってくればいいんですよね。ええ、それじゃよろしく頼むわね。今日出会った人との思い出集めを。だけどどうして？それは最後のお楽しみよ。あの時、瑞希と待ち合わせしてて、それで俺は。はーい、そこのご主人様、ニャンダミケがご案内にゃ。そうだった、ミケに捕まったんだったな。ここで待ち合わせてたんだっけ？もう遅いよ朝日、待ちくたびれちゃったじゃん。瑞希のやつ、相変わらず待っててくれたんだったな。瑞希との帰りにここであの人を見かけて。どうして秋葉原は変わってしまったんだ。昔の秋葉原はこんなんじゃなかった。音田さん、あれは完全に不審者だったな。それで次の日、秋葉原の駅が妄想に侵食されてたんだっけ？もしかしてあなたは駅の違和感に気づいているのかな？さっきのやつ、今考えても強引すぎだったろ。失礼なやつっち。可愛いけどぬいぐるみじゃないっち。ピン君こそ失礼なやつだった。だけど、なんか憎めないんだよな。セーブする？上書きに気をつけてね。妄想球だね。ちょっと緊張する。リッピョンを初めて見たのはこの場所だったな。あなたのハートへレッツぴょんぴょん。リッピョンこと百瀬リュウ14歳です。それとあいつらもだった。もう少しでリッピョンを握れる。緊張で手が汗で。
どうしよう。私の解釈ではリッペンは逸材ですね。千年に一人、いや2000年に一人でしょう。だから僕はリッピョンのことを応援してあげたいんです。なんか全部が懐かしいよ。中であいつに出会ったんだっけ。貴様らは最深部に眠る古の傷を求めし者か。で、あいつから逃げられたと思ったら今度はあかりがいたんだよな。でもね、妄想の侵食に気づいているのはサキサキたちだけじゃないだろ。俺たち以外にも妄想に気づいてる人がいたなんて。どれと思う？いいのが出るといいな。セーブポイントだよ。データ保存大事大事。中二の妄想が侵食したと思ったら、同時にメイドの妄想も侵食してたんだっけ。君だ。あいつしょっちゅう勘違いされてたな。秘密があったなんてな。ここであいつに出会ったんだ。あっ、お前、あの時の。ヤマトのやつ、なんだかんだついてきたんだよな。思い出せないって、一体何年ぶりだったんだよ。セーブする？上書きに気をつけてね。妄想球だね。そういえばメイドの妄想球の中で、闇市じゃないから。で、その先には。おお、ここまでたどり着けると。聞いていた通り、なかなか優秀な人材だ。
団長と初めて出会ったのもここだったんだな。セーブする？上書きに気をつけてね。落ち込んでた俺にあの人は声をかけてくれたんだっけ？私は明美。どこからどう見ても素敵なレディーよ。だけど、どうして明美さんは俺にこんな仕事を？思い出を集めてこいだろうって。寂しそうに見えたんだよな。私の存在を記憶することも禁ずるわ。忘れるんじゃないわよ。たく、忘れられるわけないだろう。あんな出会い方してさ。それに吉野さんも。実は人を探していまして、このお嬢様に見覚えはございませんでしょうか？まさかだよ。本物のメイドが存在してたなんてな。この頃だな、彼方と出会ったのも。どうもこんにちは。僕、早乙女彼方です。どう見たって女の子だろ。ここで葵に初めて会って。ふつつか者の妹ですが、どうぞよろしくお願いします。まさか、あかりに妹がいたなんてな。侵食した時、あいつもいたんだっけ？久しぶりに帰ってきたと思ったら、早速歓迎されているみたいだな。レイジのやつ、あの時からヤマトのことをからかってたっけ？家電の妄想が侵食した後は、家電の時代は永遠だ。私の選んだ道は間違ってなかったんだ。母部さん、家族とうまくいくといいけど。上書きに気をつけてね。
そして俺たちはここであいつに出くわしたんだ。あなたの妄想受け負います。ピンクマントの男、妄想受け負い人カノンに。ジリジリになった後、ここは封鎖されてたんだよな。まさか君は扉が見えるのか。妄想管理局といえばあいつにはコロナ禍で。早く始末しないとさ、余計な仕事が増えちゃうんだよね。勇気かすが、お前のことは忘れないよ。セーブポイントだよ。データ保存大事大事。妄想球入り口発見。この中でレイジは探し人に。らしくないじゃない、素直に甘えるだなんて。きっと会えてよかったんだよな。最後はここで出会ったんだ。今回はお前の顔に免じて見逃してやろう。だが次はないと心得ておけ。まさか局長自らが出てくるなんてな。で、これで全部だっけ。俺が出会った人たちは。よし、明美さんに報告に行くか。お早急だね。ちょっと緊張する。朝日ちゃん、おかえりなさい。ちゃんと思い出を集めてきたかしら。はい。だけど、どうしてこんなことを。ちょっと待っててね。明美さん、完成したぞ、明美。あら、早いわね。なんでシャレ子さんが。ビジネスパートナーだ。ビジネス。朝日ちゃんに思い出を集めてきてもらったのはそのためよ。そのためって。ほら見てごらんなさい。これってお前たちをモチーフにしたトレカだ。そう、名付けてアキバズビートよ。アキバズビート。朝日ちゃんが秋葉原で出会った人たちとの汗と涙、そして鼓動の記録なの。それじゃあ俺はその資料集めのために。おかげで助かったわ。とってもいい趣味だと思わない？朝日ちゃんたちね。卒業アルバムとでも思ってもらえたら嬉しいわ。だったら先に行ってくださいよ。行ったら手伝ってくれたかしら。きっと恥ずかしがって断るでしょうね。まあ確かに。惜しかったらいつでも声かけなさい。はい、ありがとうございます。特別に安くしてあげるわ。って金取るんですか。
セーブポイントだ。